宮浜岸田田の湾岸線下です。釣り人6人ほど出してます。エビ巻き釣り、トカセ釣り、ノマセ釣り、ルアーのロックフィッシュ狙い頑張っておられます。今のところハゼが少々といったところです。風が、西風が多少入ってますので、じゃあちょっと正面からの風になってます。対岸は風裏なんで30人ほど釣り人確認できます。湾岸線下から、南端に向かってルアーマン10人ほど行かしています。今のところ釣果は確認できてません。ダメですか？厳しいですか？ルアーで何にもなかったですか？当たりがあったぐらいで、はい、厳しいですよね、もうね。